今日の水はこんなもんか。こぼすんじゃねえぞ。まあ、たくみ、二人で共同で八六買わねえか。二人のバイト代合わせればローン払えるだろ。なんでそこまで無理して車欲しいんだよ。やだよ俺、五木んちだって車ぐらいあるだろうが。それ借りれば。分かってねえな。峠に行って楽しい車じゃなきゃ車の意味がねえだろ。何すんだよ峠に行って。決まってんだろ、攻めるんだよコーナーを。楽しいんかそんなことして。はぁ、楽しいに決まってんじゃん。やったことねえけど、男のくせに峠を攻めてみたいと思わねえのかよ。俺もう飽きてるんだよな、そういうの。なんだよそれ、どういう意味だよ。お互い先月免許取ったばっかしだろ。ありがとうございました。なあたくみ、さっきの話の続きだけどさ、買おうぜ八六。ほう、お前ら八六狙ってんのか。いい趣味してるぞ。でしょでしょ、池谷先輩もそう思いますよね。八六買ったら先輩のチームに入れてもらえます。ずっと憧れてたんですよ俺、秋名スピードスターズに。俺実はよく知らねえんだよ八六って。八六は昔のトヨタの車だよ。無理もねえかな。モデルチェンジして急にが出たのが、お前らがまだ小学校の低学年ぐらいの頃だもんな。そんな古いのか。あんまりイメージが良くねえな。うちにも商売で使ってる古いトヨタの車があるから。そんなのと一緒にすんなよ。古くたって86だけは別だよ。